女性の方は胸当てというものを購入されると思いますけれども、私はそんなにボリュームがある方じゃないのでつけませんけれども、つけるとしたら目立たない白の方が、黒で買って大きかったりするとすごく大きくなってしまうので、私は白をおすすめします。これ売ってる時はゴムがついてますけれども、ゴムは伸びるのでフィット感が違います。紐にされた方がフィット感があって、そして この体にフィッ着度もしっかりします。ゴムだとどうしても緩んできてしまうので、弓を引くときに引っかかったりすることがあるので、これは胸にフィット、体に密着するようにつけていただいて、これ紐です。紐が自由になるようにしてあるので、ここで私はこういうふうに引っ掛けてフィット感を出して、ここでギュッて それでくるくるくるって目立たないように後ろに回していきます。これが こういうふうにつけてしまうと、ここで弓を引くときに引っかかってしまうので、引っかからないようにつけてください。それなので結構反対につけても別に構わないと思うんですけれども、こちら側がつけたいっていう人もいます。こちら側でそれでもやっぱりフィットすれば別にどっちでも浮かせないようにすること、自分のつけてないからちょっと慣れてませんけれど、別につけなくてもいいわけなのでこだわる必要はないです。つけたければつけていただいて構わないし、つけたくなければつけなくても、ここ何でしょう、ここだけ引っかからないように、浮かせないようにしっかりフィットをつけて、フィット感を必ず出すようにしてつけてください。ゴムだと本当にここがビーってこう引っ張られて、ああダメだってもう一遍引き直さなければいけないと気がありますので、そういうふうにならないようにつけてください。